毎日土日以外は月金辻立ちやられてるじゃないですか、はい、千葉県で地元で浦橋だったり津田沼だったりいろんなところで市川とか行都、今日も3時間やってきました。3時間、で日程調べたら6時から9時朝やられてるじゃないですか、でそれから従来の業務があるじゃないですか、で先週行ったんですよ。野田さんは演説はね、今ビラ配り、今ビラですよね、ずっと束持ってこうって3時間黙々と、あんなことやってんですよ37年、頑張って続けることの偉大さっていうんですかね、サボりたい時いっぱいあるの、週1だっていいかもしれない。いや毎日やられてるじゃないですか。先日飲み過ぎた時とか、ね、立ちたくないんですよ本当はね。いやでしょう。何時に起きるんですか。4時ですね。まあ、だから逆にやらないと気持ち悪くなってたんですよ。そう、もうっていうかね、負けず嫌いじゃなくて負けるのは怖いと、負けたことがあるんで105票差で。